鬼旗は、鈴木木に属する魚類の一種。鬼旗族、鬼旗かは人絵型。体色は薄茶から灰色で、最大25センチメートル。ふさかさごか魚類に擬態している。インド太平洋に分布する。最大で25センチメートルになるが、通常は9.3センチメートル程度である。災害には2本の棘があり、下側の棘が大きい。 側線鱗数は36から44。背びれは13から14棘状、9から11分岐難状。尻びれの規定は短く、3棘後5難状で、第2棘状が最も長い。胸びれは12から14ヒレ状、腹気は1棘3難状。腹気の内側の難状からは、体とつながる膜が伸びる。体色は薄茶から灰色で、反転が散らばる。 ヒレもほぼ同じ色だが、少し薄くて、半透明である。覆面は、背面より、色が薄い。小魚や、甲殻類を食べる。当初は、フサカサゴ族スコーピナとして記載されたことからも、伺えるように、フサカサゴカ魚類に擬態している。フサカサゴカ魚類は毒を持つため、これは、ベーツ型擬態の一例と言える。翡翠域から海域に生息する、低制魚である。 インド太平洋のニコバル諸島からニューギニア、南はオーストラリア北部、北は琉球諸島まで分布する。海藻に覆われた岩場に生息し、沿岸の浅い海域を好む。商業漁業の対象とはならないが、アクアリウムで飼育されることがある。ありがとうございます。